ウィンチェスターミステリーハウス。ウィンチェスターミステリーハウスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州三ノゼにある屋敷の名称。いわゆる幽霊屋敷とされる建物。この屋敷はかつて38年もの間絶えず建設が続けられており、呪われているという噂がある。屋敷はその昔、銃のビジネスで成功を収めた実業家、ウィリアム・ワート・ウィンチェスターの未亡人。 サラウィンチェスターの個人的な住宅であったが、現在は観光地と化している。このサラウィンチェスターの指示の下、三38年後の1922年9月5日に、彼女が死亡するまで、実に24時間365日、屋敷の建設工事が続けられた。こうした続けざまの建設工事費は、およそ550万ドルであったと見積もられている。屋敷は、 その巨大さと設計の基本計画がないことで有名である。一般に信じられている話によると、サラ・ウィンチェスターは、屋敷がウィンチェスター銃によって殺された人々の霊によって呪われおり、それらが邸宅内で及ぼすと予想した霊障から、いつでも逃れるための隠し部屋、秘密通路をひたすら増築し続け備えておくことしか方法がないと、猛習していたとされている。屋敷は、 三のゼの五百二十五サウスウィンチェスター通りに一致している。1866年に娘のアニーを、そして1881年に夫を亡くし、深い悲しみに暮れ慰めみを求めていたサラ・ウィンチェスターは、友人のアドバイスにより霊媒師の助言を求めた。通説によれば、ボストンの霊媒師の通り名で知られていた、この霊媒師がウィンチェスター家が代々製造してきた銃が、 多くの人々の命を奪ってきたため、一家にかけられた呪いが存在すると、さらに告げたのだという。さらに霊媒師は、銃のせいで、イクセンという人々が死に、彼らの魂が今復讐の機会を求めているのだと、告げたのである。異論はあるものの多くの人々から信じられている。ところによると、ボストン霊媒師は、サラウィンチェスターに、コネチカット州。 ニューヘイブンにある自宅を出て西へ旅立つことを告げる。加えて、アメリカ西部へ行き着いたその場所へ、あなた自身とその恐ろしい銃で亡くなった人たちの例のために家を建てなさい。家の建設を止めてはなりません。あなたがもし建て続ければ、あなたは生きながらいるでしょう。もし止めれば、あなたは死んでしまうでしょうと伝えた。この物語が本当かどうかは定かではないが、サラウィンチェスターは、 実際に西へと引っ越し、カリフォルニア州へ定住して、彼女の屋敷の建設工事を開始した。夫の死により、サラ・ウィンチェスターは2000万ドル以上の財産を相続した。また、彼女は銃器製造会社のウィンチェスター・リピーティング・アームズの50%近い所有権を受け取り、外産でも1日につき1000ドルの収入があったと考えられている。その上、 これらの資産は1913年まで課税されなかった。この1000ドルの収入は2006年現在の金額にしておよそ2万1000ドルに相当する。こうして蓄えられた莫大な資産によって彼女は屋敷を増築し続けるための資金投資が可能となった。1906年のサンフランシスコ地震が起こる前、ハウスは7階建てで建設されていたが、 現在屋敷で一番高いのは4階である。建物は主にセコイアザイの骨組みで設計されており、建物の基礎がやや不動的な作りであったことが、この1906年の地震と1989年に起こったロマプリータ地震のいずれに見舞われても完全に倒壊しなかった理由なのではないかと信じられている。ハウスには40の寝室と2つの舞踏室を含む、 およそ160の個室がある。また、47個の暖炉と1万枚の窓ガラス、17の煙突、2つの建設されていた形跡もある。2つの地下室と3つのエレベーターも存在する。一時期、ウィンチェスターの資産は65万平方メートル、162エーカーにも上ったが、現在辞書は、屋敷と近接する離れ屋が入る、最小限の面積である。 24000平方メートル4.5エーカーほどとなっている。金と銀のシャンデリアや、より木細工が散りばめられた床、装飾も取り入れられている。その他、屋敷内には、どこへも通じていないドアや階段があり、極めて多くの配色や素材が用いられている。エレベーターが使用できるようになる前は、深刻な関節痛を患っていた、さらの便宜を図って、屋敷内の あらゆる部分へと行けるようにする特別な簡易上げ板が取り付けられていた。ハウスの塗装にはおよそ7万6千リットル2万ガロンの塗料が必要とされた。ハウスは途方もない大きさだったためすべての区画が塗り終わる頃には次の塗り替えを始めなければならないほどであったという。蒸気暖房や空気強制暖房、近代的な室内トイレや配管系統、 おしぼたん式のガス灯に室内配管からの温水シャワーなど、ハウスには当時の建築物において稀にしか見られない便利な設備が見られ、設備には3つのエレベーターもあり、この中の1つにはアメリカ合衆国で唯一の水平な水圧式エレベーターピストンが含まれている。ハウスにはサラウィンチェスターの心情や 悪意のある霊魂を寄せ付けないよう没頭していたことを反映する独特な特徴が保持されている。彼女が幸運をもたらすと考えていた数字の13と蜘蛛の巣のモチーフは屋敷中に現れている。例えば輸入物の高価なシャンデリアにはもともと12個のろうそく立てがあったが、その後13個のろうそく似合うように作り替えられており。 その他にも壁の衣服をかけるフックの数が十三の倍数となっており、蜘蛛の巣の模様が施されたティファニー製の窓にも十三色の石が含まれている。賞賛の印として、ハウスの現在の管理人は数字の十三の形を模したトピアリー装飾庭園の木を作った。今日ではこの屋敷を訪れるいくつかの観光旅行が行われており、 ハロウィンや13日の金曜日あたりには夜間に肝試しツアーが行われることもある。その謎や噂から映画や漫画作品など数々の作品に影響を与えている。特にハウスは1950年代テレビ番組のユーアスク・ホイットで多様に取り上げられアメリカ中でよく知られることとなった。文学においてはアメリカの SF 作家ティム・パワーズの小説。 アースクエイクウェザーでは、ウィンチェスターハウスの伝説が組み入れられ、同じく作家のシャーリー・ジャックソンの作品、ザ・ホーンティング・オブ・ヒル・ハウス、放題、謎の幽霊屋敷でもハウスについて触れられている。また、ケージ・ベーカーの短編、ナイトメア・マウント・テンでも、カリフォルニア州産の税を元にした、同様の邸宅と歴史を扱った内容が描かれている。さらに、ミカエラ・ロスナーの SF 小説、 バニシングポイントでは、ウィンチェスターマンションの周辺に位置するコミュニティに焦点が当てられている。映像作品では、スティーブン・キング脚本のテレビシリーズ、ローズレッドで、その遠隔がウィンチェスターミステリーハウスのものと類似した邸宅が描かれている。この映画は、ロケーションも同じ場所で行われているが、スペースの小ささやストリート、近隣の建設工事のため、ワシントン州、 レイクウッドにあるアメリカンレイクの邸宅で映画の撮影を余儀なされた。また、ビデオ作家のジェレミー・ブレイクの作品、ウィンチェスター・トリロジーでは、ハウスが作品の中心をなしており、これは2005年にサンフランシスコ近代美術館で展示された。2018年にはこの屋敷をモチーフにした映画、ウィンチェスター・ハウス・アメリカで最も呪われた屋敷が公開された。 コミックスではアラン・ブーアによるバーティーゴコミックスの作品スワンプシングの中でもゴーストダンスというタイトルの中でウィンチェスターハウスに基づいた霊屋敷が取り上げられているこの作品中の屋敷は6エーカーあり160の個室と13のトイレ13の暖炉と47の煙突を備える建物に描かれているまた1970年代には デニス・ザメナスの作品中にも、デニスと両親がハウスを訪れる短い相話が描かれていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。